池田1号墳は、愛知県豊田市さなげ町池田にある古墳。形状は円墳。池田古墳群を構成する古墳の一つ。愛知県指定史跡に指定されている。愛知県中部、さなげ山から南に伸びる、大地勢丘陵上に築造された古墳である。標高は、約125メートルで平野との飛行は26メートルを、測る。1933年に行われた。 砂防工事の際に、石室の入り口が現れ、若干の末期編、山茶湾の小編が採取されたという。愛知県教育委員会により1971年に、紛糾、石室の実測調査が、1973年には、紛糾と、石室床面の発掘調査がそれぞれ実施され、これらの調査結果を踏まえて1977年に、 古墳域が池田第一号古墳の名称で愛知県指定史跡に指定されている。墳形は円形で直径は19メートル、高さは2.5メートルもしくは3.5メートルを測る。墳球は2段築成。角段裾には人頭台の隠れ器による外護列石が認められる。主体部の埋葬施設は巨石を用いた複質構造の横穴式石室で、 南西方向に開港する。沿道の崩壊のため全体像は明らかでないが、推定全長約12メートルと見られ、三河地方では最大級の規模の石室である。築造時期は古墳時代後期から終末期に差し掛かる7世紀初頭前後と推定される。石室奥室から奥に全室を望む。主体部の埋葬施設としては横穴式石室が構築されており、 南西方向に開口する。原質、前質、沿道からなる複質構造の石室である。石室の規模は次の通り。沿道の大部分は崩壊しているため、石室の全体像は明らかでない。石室の石材には、花崗岩の巨石が用いられている。この石室内からは、清掃の際に、末液片が検出されている。ありがとうございます。